しまう。ポジションが上がると弦を引っ張ってしまうってことね。どういう練習をさせたらいいかっていう質問なんですけど、これ指滑りと一本弦スケール必須ですね。弦を引っ張るっていうのは、まあこうやって上がった時にこうするってことでしょ。こうなるってことだよね。ここがねちょっとね浮いていいっていう感覚がないんだよね。指先が浮いていいってことね。まあ指滑りやってほしいんだけど、端末の指滑りね、冷線で登って降りるんだけど、この時に指が浮いてないと上がらないじゃない。でその前に指の押さえ浮かせね、こういうこれね。で、あと親指ぐるぐる押しとかないと、ポジション移動した時に握っちゃってて、それでギュって引っ張るんだよね。挟みすぎなんだな。脱力ができてないから引っ張っちゃうので、上がる時に、浮かせてないと上がれないっていう意識があるかなんだよね。弦を滑る時に浮いて、それで押さえる。で降りる時は浮いたまま降りるよねっていうことなんですよ。でその練習のために指滑りがある。必ず手を入れてから、で親指先にして、で2の指っていう風に続きますよね。これ必ずやってほしいですね。端末の基礎練習の中に入ってますから。であと一本弦スケール、第3ポジションでしょ。手を入れて上がるときに引っ張らないように押さえるっていうことも言わないと。ちょっとこれポストイットだけど、ここね、紙入るのよね。で今紙が入るぐらいでしょ、出るのよ。だからその子は引っ張るってことはギューってこうやってやってるってことだから、そこまで押さえすぎちゃってる。もちろんこのハイポジションでフォルテッシモで弾かなきゃいけない時はギューって押さえるんだけど、音階の時はそんなことないよね。あんまりそこまで押さえすぎちゃうと、まあ今の相談のような内容のことが起こるわけだ。